怪奇大作戦レギュラー俳優陣たちの現在は、1968年9月15日から1969年3月9日まで全26話が放映された怪奇大作戦。特撮イコール派手な変身や戦闘、アクションシーンが売りというイメージを一気に覆し、特撮シリーズファンへのイメージに一石を投じ話題となった作品でした。また、怪奇大作戦の登場で、怪奇や妖怪ブームを巻き起こし、悪魔くん、ゲゲゲの鬼太郎のような妖怪漫画の人気の火付け役ともなりました。今でも非常に根強い人気を誇り、その人気は語り草となっています。今回はそんな怪奇大作戦でレギュラーを務めた俳優陣たちの現在を追ってみましたので、ぜひご覧ください。それではスタートです。続いては牧志郎役を演じたのは岸田新さんです。1962年テレビ朝日短い物語で俳優デビューを果たします。巧みな演技力が評価され、1964年テレビ朝日放映の時代劇徳川家康竹中半兵衛役などで存在感を示し出番を増やしていきます。1968年怪奇大作戦牧志郎役を演じ、芝居の幅が広がり大きな飛躍のきっかけとなりました。その後、落ち着いた物腰やポーカーフェイスが特徴的な役柄を得意とし、数多くの時代劇ドラマ映画で主役準主役脇役を務め、ユーティリティ俳優として名を馳せました。俳優業と並行し、1973年放映の特撮作品ファイヤーマンの脚本、1980年代に放映の SB 食品の CM 演出も手掛け、脚本家演出家としても活動し、新たな境地を開いていきました。しかし、これからのさらなる活躍が期待された矢先、1982年12月28日食道がんで43歳の若さで亡くなりました。大好きなお酒が食道がんを招くきっかけとなったと言われています。続いては三沢恭介役を演じたのは勝呂誉さんです。1961年テレビドラマユッカで俳優デビューを果たします。俳優座で培った演技力を武器に、1967年テレビ朝日放映ドラマとぼけた奴ら野川虎男役などで知名度を上げていきます。1968年怪奇大作戦三沢恭介役を演じ、若年層にも名を浸透させることに成功します。その後は俳優活動と並行し、数々のクイズ番組に出演し、知性派タレントとして名を馳せました。クイズタイムショックでは、無制限勝ち抜き制というシステムだった時代、57人連続勝ち抜きという番組記録を作り、その記録は今も語り草となっています。現在、大阪市十三にあるホテルプラザ大阪のアドバイザリースタッフにつき、芸能活動を控えていますが、ラジオ関西ヒロノツトムの走れタコに自身のコーナー銀座ローマンを抱え、準レギュラーとして出演しています。続いては的谷忠役を演じたのは原康美さんです。1938年映画日本人でデビューを果たし、端正な顔立ちの2枚目俳優として注目を浴びました。1958年から1966年に NHK で放映の事件記者長谷部記者役が当たり役となり、人気を不動のものとしました。1968年には怪奇大作戦的谷忠役で出演し、葉巻をよく吹かし渋みある演技で存在感を示しました。その後も1972年大河ドラマ新平家物語藤原忠道役や、1973年フジテレビ放映の科学捜査官吉岡部長役をはじめ、多くのドラマ時代劇でコアなレギュラー出演を果たすとともに、映画にも多数出演しました。晩年は俳優活動と並行し、東京俳優生活協同組合に所属し、同組合の理事長を務め、俳優の待遇改善に尽力を図りました。1997年11月19日に自宅で心不全のため82歳で亡くなりました。続いては野村博史役を演じたのは松山誠二さんです。1952年映画箱根風雲録で俳優デビューを飾ります。幅広い演技力の持ち主で、3枚目的なコメディーリリーフから狂気的な犯人役まで多彩な役柄を演じることのできるいぶし銀名俳優として、兄の松山栄太郎さんと共に名を馳せました。
怪奇大作戦野村博士役以降は兄の栄太郎さんとともに時代劇での活躍色が強くなりました。1978年 TBS 時代劇大岡越前第5部真知らの三次役を皮切りに水戸黄門、大江戸捜査網など数多くの時代劇に出演し、渋みある演技で存在感を発揮しました。近年は俳優活動を控え、日本俳優連合の役員として職務に当たっています。続いて小川沙織役を演じたのは小橋玲子さんです。小学校2年より少女漫画雑誌仲良しの表紙モデルとして活動を開始します。中学進学と同時に学業優先のため芸能活動を一時休止しています。再開後すぐに怪奇大作戦小川沙織役に抜擢され注目を浴びました。同作品終了後は1970年に立て続けにフジテレビドラマうちの母さん、おんぶに抱っこにレギュラー出演を果たし、1973年にはテレビ東京思い出のヒット曲でも司会を務め、さらに人気を博します。1974年に関西の会社経営者と結婚して引退しています。女のお子さんが2人いるところまでは明らかになっているものの、引退後はメディアに一切登場しておらず、現在の状況については不明となっています。続いては町田泰蔵警部役を演じたのは小林明治さんです。1966年放映の初代ウルトラマン村松キャップ役、仮面ライダーシリーズ立花東兵役はあまりにも有名でしょう。怪奇大作戦町田泰蔵警部役をはじめ多数の特撮シリーズにレギュラー出演を果たしています。主役とは無縁の存在ではありましたが、時代劇現代劇において悲運な小市民から重厚な黒幕、狂気を感じさせる極悪大盗賊など善良な役から悪役まで幅広い役柄を演じ、名脇役としていぶし銀の存在感を見せました。声優としてもジョン・ウェインの専属吹き替えや時代劇のナレーターなど声優としても高い実績を残しました。しかし油に乗り、これからのさらなる活躍が期待された矢先、1996年8月27日肺がんのため昭和大学附属藤ヶ丘病院で65歳の若さで亡くなりました。いかがでしたでしょうか。初期シリーズ放映終了から50年以上を経過していますが、2007年には NHK でリメイク版、2013年10月には新シリーズが放映されるなど、今でも根強い人気を誇っています。初期シリーズのレギュラー出演した方が半数以上亡くなられているのは残念ですが、今までになかった特撮シリーズのジャンルを切り開いた作品として功績は大きく、これからも同作品の人気と魅力は語り継がれていくことでしょう。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。